パイナップルフランだよ。ごきげんうるわしゅー、デミリアよ。それで、今回はどんなヤバい未確認生物を紹介してくれるのかしら？うむ、今回紹介する化け物はね、ニャミニャミ様。なに？ニャミニャミ様だぞ、言葉に気をつけろ。可愛らしい名前ね。名前はね、なになに？不穏なんだけど。そんなわけで今回は、写真、ニャミニャミについて迫っていこう。ねえ待って、さっき、写真、って言ってなかった？あたぼうよ。神なの？未確認生物じゃなくて？うむ、ニャミニャミは、現地で神と崇められる存在だよ。それって未確認生物なの？まあ昔は目撃されてたらしいからね。黙って聞いてろ、ぶち殺すぞ。お姉ちゃんは乱暴な言葉はいけないと思います。ニャミニャミは、ザンベジ川の神、と呼ばれ、蛇の精霊と考えられているよ。ザンベジ川は、ザンビアからジンバブエとの国境を沿って、モザンビークに流れる、アフリカ大陸で4番目に長い川だよ。雄大な自然の中を流れるその河川は、美しく、時に荒々しく大地を流れてゆくよ。あら、象が水浴びしてるのね。様々な動物が生活する川だけど、今回の舞台は渓谷地帯、郷土ダムのある山間部の話だね。ニャミニャミが住んでるとされているのが、カリバコ、と呼ばれる湖で、現在はダムになっているそうだよ。最近湖が多くない？湖の怪物はロマンがあるからね。仕方ないね。そうなのか？幅は約3メートル程度とかなり巨大で、全長は不明だよ。確かカラダグのヘビブラッキーは、全長40メートルの個体が幅2メートルとかだったわよね。よく覚えてんな。それで全長は不明ってのはどういうことなの？なんでも、その大きさを測定する勇気のあるものはいなかった、だそうだよ。まあ神と呼ばれる存在だし。彼の特徴としては、つむじ風のようだ、とするものや、蛇のような体と魚のような頭を持っていた、という人もいるそうだよ。ただ、彼の全身を見た者は未だ存在しないとも言われ、どれほどの大きさなのか、どんな姿なのかは曖昧だね。かなり伝説よりな存在って感じね。そうだね。ニャミニャミはトンガの人々を守り、飢えた際には食料を与えるんだそうだよ。生物ってより神って感じするわ。ニャミニャミは通常男性らしくって、奥さんもいるんだそうだよ。この概念は神。ちなみに奥さんの名前は、キタポ、っていうらしくて、人魚のような姿なんだと。ニャミニャミが泳ぐと水が赤く染まる、なんて話もあるよ。水が赤く染まるなんてまがまがしい雰囲気ね。神話によれば、ニャミニャミは大きな岩の下に住んでいるとされているよ。神話か。この土地の部族はその岩のある場所を恐れ、近づくことはしなかったそうだよ。ほえ、近づくとどうなるのかしら。近づいた少数の人たちの末路は、カヌーと共に渦潮に飲まれ、二度と戻れなかったそうだよ。あらー。まあひとまずこんなもんかな。それじゃあ次は目撃談を見ていこう。と言っても、一件しかないんだけどね。少な。これでも頑張って探したんだぞ。あらそうだったのね。北京のテレビ番組なのかな？その特集で語られてた内容だよ。目撃者は91歳の、ジャブラ、カンウェンだ。彼はニャミニャミを生で見たと話したよ。ほうほう。水が繰り返し逆流する不可思議な流れを見つけた。しばらくするとそれは姿を現し、肩だけが見えていて、頭は見えなかった。それはカバが水中で行動するのと同じだった、と語ったそう。カバか。そういえばアフリカだしカバもいるか。カバはイルカじゃないぞ。コン、の妹は。まあこんなもんかな。マジで短いな。それでね、ニャミニャミ、と思われる動画を見つけたんだけどさ。お、まさかの展開、動画があるのね。マジで気味悪いし、意味わからん動画だから、閲覧注意、だよ。そうなのね。頭おかしなるで。キモス。体は錦蛇みたいだったけど、顔が不気味すぎる。あと画質がピガビじゃねえか。最低画質しかなかったからね。YouTube で全編見れるからよかったら URL から飛んでみてみてね。もういいわ。というわけで次は、ニャミニャミ様が起こしたとされる伝説を見ていこう。
さっき狩場湖がダムになってるって話をしたけど、この狩場ダム建設がかなり難航したんだね。自然破壊系の天罰みたいな話か。そういうこと。もう終わるか。お姉ちゃんが悪かったから詳しく頼む。このダム建設は、ザンビアとジンバブエ政府が、ザンベジ川を水力発電として利用しようというところから始まるよ。このプロジェクトでその地域に住んでいた人々は、ザンビア、ジンバブエともに、2万から3万人程度が移住を強いられたんだ。村一つくらいかと思ったけど、結構な規模ねえ。そんな気の毒な彼らだけど、多くの現地民は、この行為がニャミニャミを怒らせると信じていたわけだ。神の怒りか。ダム壁の測量作業は、1940年代後半から始まったよ。一世紀近く前の話ね。1950年、2月15日の夜更け、インド洋からのサイクロンが渓谷に襲来したんだ。安定した内陸地だったこの土地にとって、そんなことは今までになかったのだそう。ほう、早速ニャミニャミが暴れ出したわね。うむ、このサイクロンの影響で、数時間で3800ミリの雨が降ったよ。3800? あれ?日本で大雨ってどれくらいだっけ?日本だと100ミリで災害級かな?風も合わせて吹くと公共機関は全滅するレベル。1000ミリだと、24時間に降った統計とかのレベルだから、数時間で3800ミリっていうのが、どれくらい頭おかしいレベルなのかわかるね。冷え。この大洪水で、川は7メートル増水し、多くの村が流されたよ。3日後に救助隊が到着した頃には、アンテロープなどの動物が、腐敗した状態で木のてっぺんにぶら下がっていたそうだよ。木のてっぺん?つまり川の水位は、そんなところまで上昇してたってわけなのね。そういうこと。ニャミニャミ様はなんでこんなに怒るのかしら?それはさっき話した奥さんと関係があるんだ。あーなんだっけ、クルポみたいなやつ。キタポ。そうそれ。なんと、奥さんが住んでるとされる場所が、ダム壁の反対側なんだよね。なるほど、住処を分断されて会えなくなっちゃうのね。移住しろって話なんだけどそうもいかないんだろうね。ニャミニャミの怒りはここで終わることはなかったよ。マジか。都市の住民は、初めこそニャミニャミ伝説をからかってたけど、ダムが完成する頃には、もはや笑えるような話じゃなくなってたんだ。ニャミニャミ激おこじゃん。ダムの工事は、1955年に本格的に始まるんだけど、その年のクリスマスイブに、前例にないほどの大洪水が渓谷を襲ったよ。仮締め切りダムと、建築中だった船橋の基礎が流されたよ。この時の大洪水は、水かさが増しては引き、また増してを繰り返すような、今までにない洪水だったんだ。ダム工事が決まってから短期間で起きたこの大水害は、人々に川の神の伝説を思い起こさせたよ。ひえー、これだけ重なると関連付けたくもなるわ。さらに翌年の1956年11月、3度目の水害をもたらすよ。殺意が高い。予想よりも1ヶ月早く降った大雨は、鉄砲水となり、ダムの工事を妨害するんだ。広大な地域で大雨が降っており、その雨の多くが湖より上流で降ったため、大量の水が大地に蓄えられていったよ。ふんふん。そして2ヶ月後の1月、ザンベジ川に流れ込むサニアティ川が突如、大量の水を放出したんだ。その水量は凄まじく、24時間のうちに水位は6メートル上昇、締め切りダムを越えて増水したよ。巨大な掘削車が現場に取り残されていたが、一瞬のうちに流されてしまった、とのこと。プロジェクトは大きな被害により数ヶ月延期。川はというと、3月頃になって、ようやく水位が下がり始めたそう。雪解けでもないのに、2ヶ月もの間増水し続けるなんて、よっぽどの大雨だったのね。千年に一度の大雨だろう、とも言われてるみたいだったから、そうなんだろうね。ひえー、千年に一度か。そしてそれからさらに1年後、1万年に一度、と言われるような大水害が起きるんだ。ひえー、笑えねえ。毎秒1600万リットルの水が河川敷を押し流し、塔は倒れ、橋は弓のように湾曲し、水面へと押し上げられた。橋は複数の損傷箇所から粉々に砕け、最後は川に流されていったんだって。ダム建設から10年程度の間に、大水害が連発したのね。そうだね。同じ年の1958年12月、ようやく狩場ダムは完成するんだけど、その時点ですでに80人が亡くなったそうだよ。これだけの水害ならもっと被害出そうなものだけど、ダム建設で移住したからこの規模で済んだのかしら。それはありそうだね。この58年の水害では、11人の作業員が溺死し、遺体はセメントの中で発見されたらしいんだけど、何か遺体ごと埋めちゃったらしくて、未だに彼らの遺体が、ダムの一部として残っているのだそう。どうして?以上がニャミニャミ様のたたり、とされる出来事だよ。これはたたりって言われるわ。それじゃあ最後に、ニャミニャミの正体について考察していくよ。考察することなんてあるのかしら。まずはじめに、
おお。マットニャミニャミ、怒りのデスフラド、は今回関係ないものとして、考察させてもらうよ。つまり水害とニャミニャミは関係ないとしての考察ってことね。現実的に考えて、水害を引き起こせるような生き物が存在するなんて考えづらいからね。あたしらが言うと説得力ねえんだわこれが。まずは、既存のヘビ説。ザンビアには、27種類のヘビが生息しているそうだよ。さすがアフリカ、いろいろな種類のヘビがいるのね。ブラックマンバ、ニシキヘビ、ブラウンフォレストコブラなんかが2メートルを超える大型種だよ。ブラックマンバ、なんか聞いたことあるわね。うむ、ブラックマンバは強力な毒を持つ、有名なヘビだね。ああ、危険動物の特集とかで見た気がするわ。この中だと、水辺で生活する南アフリカニシキヘビが一番近いかもね。ニシキヘビは、毒はないけど体がすごく大きなヘビよね。そうだね、大きいものだと6メートルの個体もいるみたい。かなりのサイズね、世界最大級なんじゃない？いんや、実はニシキヘビにはもっとでかい種類がいるんだ。あらそうなの。ニシキヘビだと、アジアに生息する、アミメニシキヘビ、がアナコンダと並び最大種で、9メートルを超える化け物だよ。あらら、全然サイズ違う。サイズ云々より、ニシキヘビが神聖視されてた、っていうのも考えられるかなと思う。なるほどねー、でもそういう文化があったら、わかりそうなものだけど。図星すぎて言葉が出ねえぜ。言葉は出してくれ妹よ。アフリカは毒蛇も多いし、蛇信仰の記事も見られないし、普通の蛇説はないかもね。じゃあ他に説はないの？湖に生息する魚や動物を挙げてみようか。いいわね、お願いするわ。カリバコに生息する巨大魚は、ムベンガ、電気ナマズ、ヘテロブランクスなんかが、1メートルを超える怪魚だよ。魚の癖が強い。一応ナマズ説というのもあるよ。そういえば飢饉の際に食料を与えたってあったけど、こういう魚が大量発生したとか？うむ、偶然飢饉が起きた年に、ナマズが大量発生した可能性はあるよね。お、いい線言ってるか？この話も、村人が自然に救われたことを、ニャミニャミの恩恵だとしたのかもね。なるほどねー。ところで動物の見間違いとかはないの？ゾウやカバは生息してるだろうけど、どこまで見間違いできるかは疑問だね。確かにカバは認知してるものねー。あとは、ギガントフィス、ガースケニの生き残り説とか。何それ、前回のアルモンみたいな名前じゃん。こいつは北ノボアが発見されるまで史上最大のヘビとされていた、アフリカで4000万年前に生息していた巨大ヘビだよ。へぇ、それは気になるわね。ギガントフィスは、11.6 メートルの巨体を持っていた、と言われているよ。おぉ、随分巨大ね。ゾウの先祖のような、中型動物を餌としていたらしいけど、現代の環境的に餌には困らないだろうね。ギガントフィスの特徴を残した、未発見の巨大ヘビがいるかもしれない。ってことね。まあ、そういうこと。というわけで、私の名推理が火を吹く時が来た。嫌な予感がしてきた。なになに、巨大怪獣マンダ説。どうすっかなこれ。マンダとは、映画ゴジラシリーズなどに登場する、ヘビ型の怪獣なんだ。なんだかドラゴンみたいな生き物ね。この巨大怪獣がかつてのカリバコに生息していたんだ。しかしその後怪獣は住処を変え、現地人に伝承のみが残った。白人が来てから見なくなったという話があるから、きっとその頃にいなくなったんだね。つまり、ニャミニャミは大怪獣マンダが実在したという、決定的な証拠だったのです。どうよ。ぶち殺すぞ。